えっとそれでは立ち止まって考えるシーズンツ、えー技文化し文化えの技術文化史から考えるポストコロナ社会のそれでは立ち止まって考えるシーズンツーのすいませんデバイスの音声がオンでした失礼しましたじゃああの始めますねえっと立ち止まって考えるシーズンツーの技術文化史から考えるポストコロナ社会の二回目を始めます。 えっと、今日は「コミュニケーション装置としてのコンピューター」っていう題になってるんですけれども、えっと、この題名であの出版されたあ,のある論文を軸にあの考える、えー、ヒントというかポイントというか、えー、考えてみたたいいいこととを、えー、お話し,したいと思います、えー、それで、えっと、この間前回の,あのことをちょっとだけ復習してそれに対しての皆さんの質問に答えるところから始まって 始めたいいと思います、えっと、前回は「イートピア」という本を取り上げてその中にある「エコノミー・オブ・プレゼンス」というあの4小言の,あの、まあ、コミュニケーションの在り方の、えー、考え方のモデルをあの、えー、紹介しました。であのこのモデルでは、えっと、コミュニケーションがローカル。 その場で行われているか、それともリモート離れた場所の人と行われているかっていう面と同期的にコミュニケーションをとっているか、非同期的にとっているかっていうことで、4。象限に分けてあのまあ、分類できるんだよということですね。それをまああの紹介したわけです。で、ローカル同期。今ここにあの集まるっていうのが一番ハイコストだっていうことと。 まあ反対にリモートひどきが一番ローコストだっていう、えっと、お話をしたわけですけれどもでまあこの、えっと、これがこの,あの選択肢が揃ったのがあの今のデジタルの時代なんじゃないかっていうのがあのこの人のモデルなんですがこれに対して、えっと、質問がありました。で、えっと、まず一つあの皆さんに気づいてほしかったのは、えっと、99年の九年の 出版だとといいうこでですよね20年も経っているわけなんですねでその時点でもうあのこのようになって4つの選択肢が揃って要するにリモート同期に合わせて、えー、リモートワークなどがもう進んでいける時代になっているっていうあのことを指摘していたわけですけど、まあ、なかなかこれまで実現してなかったっていうことがむしろ注目ポイントなんじゃないかなと思っています。なので えっと、このプレゼンスの必要性っていうのがコロナ禍であの非常に強く意識されるようになって、えー、リ,モーリモートでいろんなことが行われるっていうことが、まあ、実際にあの行われて今いるわけなんですけれどもそこであのいろんな問題が感じられると思うんですがそれについての,あの指摘についてはたあの例えばこういう常識がまだ確立してないけどどうなんだろうとか、えっと、あとは えっと、心理的負担などもあるとかあとはデバイスのあるなしの格差どうなるんだろうっていうような疑問があるあの皆さんからも寄せられて、えっと、これは私が答えを持っていいるわけでではななものなんですよねこれこそあの、えー、今からあのポストコロナの時代にあの考えながら克服していかなきゃいけない問題。 で解決できるのかできないのかを考えていかなきゃいけない問題で、その時初めて本当に4象限のあの可能性っていうのが自由に選べる時代になるんじゃないかっていうのがまあこの間の話だったっていうことです。それでもう一つあのエコノミーオブプレゼンスの観点から何か読書案内はありませんかっていう質問がありましたので、えっと二つ改めて紹介したいと思います。 1一つ目があのこの間もちょっと言及して題名だけ言ったんですけれど浜野聡さ,さんの「アーキテクチャーの生態系」っていう本をあの推薦というかなあの紹介したいいと思います。この、えっと、第6章に「アーキテクチャーはいかに時間を操作するか」っていうところで動機非動機という軸についていろいろなアプリケーションなどがあの選択動機、疑似動機、申請動機などの概念を あの使っていろんなアプリケーションがどのように時間をこう操作しているのかっていうこと意識的に作られているのかっていうことをあの考察されていますのでエコノミーをプレゼンスの考え方方が面白かった方にはあともう一つが松下慶太さんの「ワークプレイスワークスタイルの再編」という、えー、論考でこれは「ポストモバイル社会」という本の中に入っています。 これもテレワークが例えばあの東日本大震災の時にも一時すごく増えたんですけどその後また減ってあの今この、えっと、今回のポストあポストじゃないコロナ社会が来る前の段階ぐらいにこう落ち着いている要するに震災前の段階と同じ感じで落ち着いてきてたわけですけどまたあのこういった厄災が起こった時に非常に増えているわけなのでこのあと今度は 定着していくのかどうなのかっていうのもあのこの論考を読みながらいろいろ考える考えることができますあのなのでえっと今回の話ではあのに興味を持たれた方にはあのこの2つをお勧めしたいと思いますそれではえっと今日の話に入っていきたいと思いますえっとコミュニケーション装置としてのコンピューターっていうあの論文 まあ論考なんですけどあの一般雑誌論文なんですけれども、えっと、これは1968年の4月に公開、あのー、されたもので JCR ・えっと、リックライダーという方とロバート・テイラーというえ方の協著ということで「TheComputer as a Communication Device」っていうあの題で「サイエンステクノロジーという雑誌にあの出たものです。 でこの,あの作者の写真を見てみますと、えっと、まるでこのコンピューターで通信しているかのようにこうあの2つの写真をこう組み合わせてあるわけなんですけれども、えっと、実はこの時にはまだあのコンピューターのネットワークというものはないので、えっと、もしネットワークができたらどういうことになるのかどういう意味があるのかっていうことを論じた論考なのでネットワークがいかにももうあるふうに写真を撮ったということなんですね。 でえっと、この著者たちなのですけれども、えっと、j c r リックライダーさんという人が左の人だとでこれが、えっと、MIT の、えー、電気工学部のプロジェクトマックの教授だというふうに書いてあります。で協著者のロバート・ W. テイラーさんは Director、えー、of Information Processing t e c h n i s for これは ALPA、えー、の情報処理技術部の責任者だというふうに書いてあるわけです。で、えっと、もう一人の、えー、作者といいますか、お手伝いをしたのがエヴァン・ハーバートさんで、えっと、これは編集者だと。で、ボストンのリックライター、MIT がボストンにあ,あ,のあります、ボストンというか、まあ、ケンブリッジですね、ボストンのそばの町なんですけども。 あのボストンのリックライダーとワシントンのテイラーをつなげる役目を果たしたっていうつまりまだこうネットワークがないんで編集者が2人の間を取り持って協調したんだよ協調の論文を書いたんだよという紹介があります。このののポイントがアルパの情報処理技術部の責任者っていうとこころなんですねで現在この,あの論考が出た時の現在 その時現在の責任者はこの、えっと、右側のロバート・テイラーさんなんですけれども実はリック・ライダーはあの初代の責任者でしたで3代目の、えっと、テイラーとの協調ロバート・テイラーさんとの協調ということですのでまあ,あのこの、えー、責任者2人があの新旧の責任者2人が協調した 論文だということになりますでこのアルパなのですけれども、えー、アルパっていうのは、えー、1957年に、えー、ソ連の人工衛星が世界初の人工衛星が打ち上げられるわけですねスプートニックというのですけど、えー、っとこのスプートニックの打ち上げ成功が西側諸国に、えー、衝撃となったという歴史的な事件があります。 でこれが、えー、スプートニクショックと呼ばれるものです。でこのスプートニクショックを扱ったあの本を一つ本の表紙をあの見せているんですけれども、えっとこのスプートニクって意外と小さいあの直径60センチにも満たない丸い球。 なんですよねなのですがこれがあの宇宙空間に飛んで人衛星の軌道に乗ったということで大,大きなな衝撃が走ったとということなんですねであの人工衛星なんていいもんじゃないかと飛んで何が悪いんだと思う人もあるかもしれないですけどもあの、えっと、実はあの戦略的に非常に大事な技術で人工衛星の軌道に乗ったものが えー、もう一度大気圏に再突入できるようになると、えー、長距離ミサイルになりますね。なので軍事的にににも非常にあの重要なな技術とということになるんですで、えっと、それまでアメリカはあの宇宙開発ではあの、まあ、か各国に先んじているというふうに辞任していたので、えー、これを先にその当時の冷戦ですので、えー、ソ連をはじめとする、えー、東側の諸国 に対してはあのリードしていると思っていたのが先を越されたということで西側にとってショックだったとまあ多分東側から見ればスプートニックであのとても良かったっていうことになるわけですけど西側から見るとショックということになりますねでこのショックを受けて、えー、アイゼンハワー大統領の下で改革が行われるんですでそれは宇宙開発をまああの軍の機関等がまあバラバラにいくつも あの開発をあのしていたわけけですけど統括してアメリカまあ,あのアメリカ全体として強いアメリカの技術というのを育てなきゃいけないということであの統一する機関というのを作ろうとあの軍事技術宇宙技術等を開発するための統一司、まあ、令機関ですねを作ろうとしたんです。でまずすぐに えっと DDR イーと呼ばれるえっと国防技術担当あ国防技術開発担当長官ですねディレクターオブディフェンスリサーチアンドエンジニアリングかなえっとその、えー、担当長官が置かれますでこれがえっとまああの今までば別々にされている研究開発を一本化しようというわけですからこの長官は あのそれなりの科学者がやらないと誰も言うこと聞かないということで、えっと、その長官になれる人は誰なのかということでまああの、えー、結構慎重な議論が行われて、まあ、その長官が置かれたとでそれはその年のうちにあのその措置が始まるんですけれどもで翌年になってこの、えっと、Agency, アドバンストリサーチプロジェクトエージェンシーというものができます。でこれはあの えー、高等研究計画局とか高等研究プロジェクト局とかあのいろいろに訳されてるんですけども要するにあの軍事技術につながる、えー、技術開発をあのを司る、えー、ものです。国防総省に置かれた長官のもとにありますので国防総省内内局にあります。でこれはあの名前が、えっと、アルパから えー、ディフェンスという名前が頭について、えー、ダルパに変わり、えー、これ70年代73年ですかねにダルパに1回なったっ、えー、と93年の時クリント政権下であの、えー、1回 D が取れてアルパに戻ってまた96年でしたか、えー、ダルパにまた戻るという <laughs> あの変遷を経て現在はダルパという名前で知られています。まあ、ダーパといいえば、あのーえー、詳しい方は あのえー、戦略用のドローン作ってるとか、えー、AI をあの軍事利用しようとしているとか、えー、いろいろなまたあの、えー、っと自動翻訳ですね敵国あの仮想敵国の,あの文章を読むための自動翻訳とかもあのこの進めているというような軍事技術のことで。 あの知っている方も多いんではないかと思います。で、このア、えー、ルパ今のダルパですけど、当時のアルパの中に情報処理技術部というのが置かれたわけですね。で、あのそうすると、えー、皆さんからするとじゃあやっぱりあのコンピューターを国防に生かすためなんだというふうにあの普通だと考えると思うのですが、実はその経緯の中ではえっとアルパが あの中心的に担うはずであった宇宙開発の部門が文民統制で NASA に今の航空宇宙局の方に移ってしまったわけですね60年代入って。あのえー、それであのボコッと大きな部分 <laughs> あの当初あの宇宙開発を統括しようということで始めたわけですからそれが NASA に移ってしまったということで。 まあ、大きな穴が開いてしまうミサイルしか残らなくなってしまったわけなんですけどそうなると何かまあ新しい分野ができるんじゃないかということであの選ばれた分野の一つがこの情報処理技術だったんですねでこの時はあの、えー、航空管制の技術を高度化するためにあの将来的に役に立つんじゃないかというあのそういうことから始まっていて特にその直接コンピューターを軍事利用するという。あのえー ミッションオリエンティッドなあの要するに軍事ミッションがあるような開発には実は関わっていない部局ですで全体としてはミサイルの方にお金がほとんどでごくあの小さいあのお金が情報処理技術部に行ったわけですけれどでそこの情報処理技術部が実はそのコンピューターサイエンスの支援部門としては政府機関で。 コンピュータサイエンスにお金を出してくれる機関としては格段に大きかったんですね。あのアルパの中では非常に小さい部門なんですけれどあのコンピューターサイエンスから見ると大きな支援機関になってあの非常にコンピューターサイエンスの,あの発展には影響力を持つことになります。で、えっと、こここの機関アル,アルパの中の情報処理技術部が作ったのがアーパネットと呼ばれるあのものです。 このネットワークはそののとこ村井淳先生日本のインターネットの第一人者ですね初期あの非常に初期から関わっておられる、えー、先生ですが、えー、村井さんの書いたインターネットああの、えー、今回、えー、紹介する内容に合わせて帯がついたまま、えー、これが本当だ第一人者が 厚くとくというのもつけておきましたけれど、えっと、ここにこのように書いてあります。でインターネットの空間はインターネットを作ってきた人々の要求に基づいて作られてきました、えー、あ基づいて作られてきました。そもそもは1969年にアメリカのアルパネットアドバンストリサーチプロジェクトエージェンシーネットワークの実験が最初でそれが1980年に始まった CS ネットコンピューターサイエンスネットワークの計画を経て今のインターネットに至っていますと。 でえアルパネットというのは国防総省の一機関であるということからインターネットは軍事ネットワークから発展したとよく言われますしかしそれは正しくありませんというふうに書かれていますあ実はあのこのことを説明するのにあの非常にあのいろんな証拠を出,すと出してあの論じたいところなんですけどもえ今日は村井先生の弁を皆さんに信じていただくということにしてあのえー まあ軍事目的じゃなかったんだということをまあ理解していただけたらいいかなと思いますちなみにこれあの縦書きの本なのでそのまま漢数字に <laughs> あのしてありますけどはいでえっとこのでそのアルパネットなんですけれどもえっと今日紹介する論考は発表されたのは68年の4月というふうに先ほど、えー、お伝えしましたでこれは JPNIC という日本の あのネットワークインフォーメーションセンターというあの日本のインターネットを支えている最も重要な組織の一つなんですけれどもそこが作っているインターネット歴史年表の、えー、と中にある記述ですちょっとこれそのものをあのお見せしたいと思うのですけれどちょっとあの、えっと、デスクトップの方に書いていただいてもいいですかはいえっと変わらないですか <laughs> 変わらない。えっとそしたらじゃあえっと今あのリンクを送りますので、えっとこのインターネット歴史年表のえっとリンクを見ていただけば、あのこの図があの皆さんでも手元で確かめられると思います。で、あの、えっとアルパが発足したのはここに書かれているように58年ですね。で、アルパネット計画というのが6。7年に始まってでえっとまあ、このインプっていうのはその今の。 ルーターの祖先にあたるようなものですけどそういうものができたのでネットワークができるということになるわけですがアルパネットの開始が4つのノードって呼ばれてるけど4つの研究機関を結んで始まるのが69年の10月と書いてありますね。ということは68年の4月という段階は、えっと、実はこのアルパネットがまだ始まっていない直前の時期にあたるということです。 でその時期にそのアルパの情報処理技術部長新旧情報処理技術部長が揃って、えー、ネットワークができると、えー、どうなるんだろうということを書いたのがこの論文だということになります。つまりまあここに書かれているものは、えっと、このあとインターネットのも元,元の一つ源流の一つになったアルパネットが、えー、できる。 作ろうとしてまさにやり始めたというあのことを知っている方が、えー、書いているというのが大事なポイントです。で、えー、っとでその冒頭部分、この論考の冒頭部分を紹介します。えこの論考はえー、っとレイアウトがこのようになっていまして。 えっと、青い字の中に青い字でこう書いてあるものの中に、えっと、この言葉ですね「ザ・コンピューターズ・コミュニケーション・デバイス」っていう言葉がこう,うまくこう文章の途中に出てくるようにあのできているというねおしゃれなあの、えー、レイアウトになってまして、まあ、ここを見ると学術論文詞ではなくて一般詞だっていうことが分かると思うのですけれども、えっと、ここに書かれているのが えっと、コンピューターが通信と結びつく意味なんですね。で、確かにコミュニケーションデバイスって言った時に、日本語に訳すんだったら、通信装置と訳した方がいい可能性はあるわけです。で、しかもそのコンピューターのコミュニケーション、あのコンピューターの通信ネットワークの話をしてますのでな、あの、そう思う方もあると思うんですけど、ここにはっきりとそのデータ通信ができるようになるという意味と、えっと、人と人のコミュニケーションのための装置になるという。 二つの意味があるんだといいううふうに書かれていますつまり、まあ、ある意味コミュニケーションが2つの意味を担っている通信装置でもあるしコミュニケーション装置でもある英語ではワンワードで言える表現できるものなんですけど日本語に訳すときはちょっと難しくなりますね両方の意味を持っているので。でそれはどういう意味なのかっていうと、えー、それはえっと 対面のコミュニケーション、ここではフェーストゥフェースコミュニケーションと書いてあるんですけども、あの対面のコミュニケーションの質すら高める、深めることになるんだっていうふうにあのまずつかみのところで話し始めて、その説明をしていくという題材になっています。でこの今日だからこの論文を取り上げてみようと思ったのは、この対面コミュニケーションにとってもこのコンピューターの利用というのがえその質を高める 深めるっていうその考え方について皆さんと、えー、考えるきっかけをつかみたいなと思って選んだということです。で、えっと、この論文の中で紹介されているこの、えっと、プロジェクトミーティングを見,見たらそのコンピューターがコミュニケーション装置としてあの有用であることがよく分かったっていうことで紹介されているシステムこの会議があります。 これがこの写真が紹介されてこの論文の中に入っているんですけれどもこれは、えっと、スタンフォード研究所というあのスタンフォード大学のすぐそばに作られているあのリサーチパークのような場所にある研究所なんですけれどもそのスタンフォード研究所のダグラス・エンゲルバートのグループが開発した共同作業システムだと。でこの論文の書かれた、えー 書かかれたというか発表されたあの68年4月のに先立つこと、えー、半年ほど前の10月の時に行われたミーティングの様子なんだというふうに紹介されています。で,ここでは机がが四角く並べられていて、い中央に6つのテレビモニターがあったとで。そのモニターは建物の別の場所にあるコンピューターにつながっていて、えー、数字や文字を表示していたというんですね。 そして、えー、参加者はそれぞれマウスと呼ばれるポインターを動かすことができてその誰かが動かしたポインターはみんなが見ることができたということが、えー、紹介されています。でこのマウスってどれっていうことになるんですがこれなんです。ちょっと小さすぎますよね。 なので、えっとこれこの時の写真と思われるものが、エンゲルワート研究所のウェブサイトにありましたので、そちらでちょっと大きくしてみます。ちょっと今の戻ってみてみると、ちょっとこの並んでる人々の顔とか覚えておいてくださいね。先ほどの写真見ると、まあ同じ時に撮られた写真だろうということが、えー、確認できますよね。で、ここにもうちょっと大きく写っています。 このちょっとなんか今のマウスから考えるとで,でっかいなーっていう感じですけれどもしかも3つボタンでなんかこうあのメ,メカニックなというか機械装置って感じのものですけれどもちょっとこの大ぶりのこの装置が1967年頃のマウスです。でえっとこのまさにこのグループの人たちがあの 何がポインターって言うんですけども、あの指示装置ですね。コンピューターの中でこう何かをこう指したりクリックしたりするという動作をするのにどういう装置が一番いいかというのをあの散々調べて自分たちで作ったのがこのマウスです。で、あのまあ、初めてこの時作られたんで、あのー。 みんな自分ででなんで自分たちが何でマウスと呼び始めたのか忘れちゃったっていう <laughs> 言ってるんですが少なくとも間違いなくこの人たちが作ったものです。それで,であのこのエンゲルバートたちはマウスの,あのえ発明者だって言われるのをすごく嫌がってまして。えっと、というのがあのこの。 あのシステム自体が非常に先進的なものだったのでそのデバイスの一つをあの取り上げてマウスの発明したエンゲルバートたちっていうふうに言われるのがすごい侵害だったらしいんですけどもでもまあ本当に発明したのは確かですそれで、えっとまあ、このマウスっていうのを使ってやっていったとあの、えー、中に、えー、出てきた文字をあの、まあ、指し示すことができたとでこの対面オンライン会議の実験なのですが これは、えっと、ポイントとしては一つのコンピューターの共同利用だったということそれから、えー、参加者にマウスが割り振られていたわけですが、えっと、誰でも表示をコントロールできて話の流れに合わせてデータを出して見せることができたとこの要するに共同利用しているコンピューターの中に蓄積されているデータをその時出ているアジェンダから、えー、別なものを こう自分が今話していることについてこ,れこういう資料があるんだよっていうのをこう見せることができたというのです。で、えっと、この著者ですねこの論文の著者である、えー、リック・ライダーとテイラーは、えっと、これを見ていたらこうしたシステムが発展するとやがてそれぞれのテレビスクリーンから関連するデータを自由に閲覧できて発表者を煩わせることなく深い理解を進めることができるようになると。 いうふうふにあの考えたんですねでその時にあのこの雑誌の中にイラストが書かれていてなんか橋梁の説明をしていたらこれが壊れる壊れるとしたらどうなんだっていう、えー、画像を見て調べている人やら、えー、中のマテリアルについて詳しく見ている人などがいるっていうような、まあ、想像の絵ですね例えばこういうふうになるんじゃないかっていう想像の絵があのついているわけです。 でこのように対面のコミュニケーションでもコンピューターを使えば、えー、ある人が話したいこととか、えー、のモデルをはっきり把握でき自分のモデルとすり合わせてそれをこうあの自分の方を修正したりとか相手に修正させたりとかできるのでコミュニケーションの質が上がるんだというのが、えー、この人たちの、えー、伝えようとしたことです。 でこのポイントはこの時一つのコンピューターを共同利用していたということなんですけどでこれの共同コンピューター共同利用するコンピューターというのはタイムシェアリングのコンピューターと言われて同時にアクセスできるで自分の好きなプロセスを動かすことができるというそういうコンピューターだったわけなんですけどこの頃二2十3 0人が同時アクセスして利用できるという、まあ、規模ですね。 今皆さんのウェブサーバーとか考えると何万アクセスとか普通だと思うんですけどあのこの時こう二3 0人が同時アクセスするコンピューターができたとでそれがまだあのアメリカにですよ全米にあのまだハンダーソードしかないと要するに手にあの手で数えられるぐらいしかなかったという、えー、そういう時代です。で今さっきの 絵を見て一人ずつコンピューターを持っているようなあの感じでイメージがあ,あると思うんですけどそうではなくて一つのののののコンピューーータタ共同利用の複数の端末がさっきのモニターだということですねでこれができているとこれはだから、えー、この時点で非常に先進的だということなんですけれどこれができるとそのコンピューター利用者のコミュニティが育つんだとでそこでいろいろな情報をお互いに見,見せたり。 えー、すれば共同作業があの非常に質が上がるんだということなんですね。でさらにこれらを、えー、結びつけてスーパーコミュニティを作るという説明がされているたんです。それがねコンピューターのネットワークだと。だからアルパネットというのは今皆さんが考えるような端末が、えー、パソコンでそれがネットワークに繋がっていくというようなイメージではなくて繋がってるのは え共同利用のコンピュータータたちなんですねでその下に、えー、と単なる端末端末にはまだコンピューターがない時代なので本当の端末は単なるテレタイプライターといってタイプライターで通信ができるものだからモニターがついてるのは非常に高級でめったになかったんですけれどそれがまあ一つのコンピューター共同利用コンピューターがノードというものになってあのそれがつながっていけると考えていた。 でその,あの技術的な説明が書いてありそれはあのアルパネットの技術的な説明なので今回はちょっと省きます。でこのアルパの情報処理技術部のとエンゲルバートさんの関係なのですけれどもえっと実はエンゲルバートさんは、えー、初代のリックライダーが就任したと聞いて自分がやりたいと思っている 人間のの知的活動の支援をするコンピューターの開発っていう、えー、コンピュータータのの使い方の開発ですね。この人自身はコンピューターの設計者ではないのでコンピューターの使い方の,あの研究をしたいということできっとその理解を示してもらえると思って、えっと、誰にも助成金がもらえなかったのでリックライダーがこの大きなあの予算コンピューターサイエンスから見れば大きな予算の、えー、部局の 責任者になったということで喜んで、実はそのワシントンに着任する日に待ってて、あの自分の計画を説明したというほど熱心にあのきっと理解してもらえると思ったようなんですね。そしたらリックライダーからは思ったほどの大きなお金がつかなかったんです。それでえっとしかも。 えっと、南カリフォルニアの機関が開発するそのマルチアクセスの大型のコンピューターですねそこの端末1個を自分の研究所に引いてそれを使って研究するならいいよっていうあの、えー、話になってしまったとで思ったよりしょぼい <laughs> あのあの予算しかもらえなかったということでエンゲルバートは非常にいろいろと苦心あの苦労して研究を続けていてもう駄目かと思った時に実は。 えっと後に三代目のあの情報処理技術部長になるロバートテイラーがその時点で NASA にいてあの助成金をエンゲルバートに出したんですねでそれによってこのシステムがあのこの人の考えていたコンピューターのその知的活動の支援をするという使い方があのの研究というのが進むことになりましたでこのアルパのちょっとのお金と NASA のお金を合わせて えー、研究所内にコンピューターを買うことが初めてできたんです。で、それでえっと今までその遠くのコンピューターの一つの端末だけを使ってコンピューターの使い方を研究していたグループが、えー、コンピューター丸々もらえたということで、要するに何個も端末が使えるということになったわけですよね。で、そこでえっとこのような共同作業のあのシステムということに。 ままあ、蔵替えと言いいすす。か、シフトしていったわけですだからもともとは人間の知的活動の支援をするコンピュータのシステムというのを考えていたわけなんですがで、このあとですねあのこの論文が68年の4月に出たわけですけど12月に大きなデモンンストレーションが行われますで。これは国内最大のコンピュータ学会での,あのこのオンラインシステムの紹介なんですけれどもえっと先ほどあ えっとえっとオンエンゲルバート研究所のリンクを送っていただいてもいいですかあのえっと先ほどのエンゲルバート研究所の、えー、写真をあの撮ってきた場所ですけれどウェブサイトですけれどもそこにあのこの時のデモの様子の、えー、動画へのリンクなども動画の記録などへのリンクもありますので興味のある人は後で是非見てくださいで。そのシステムが えっと紹介したもので、えー、ハイパーテキストの実装これはあの40年代からあの理論というのかな考え方は示されていたんですけれどもコンピューターで実際にそれがあのできるということを示したごく初期のあのシステムの一つなんですねだからこのデモで初めてハイパーテキストという概念が本当に動いているのを見たという人があのたくさんいたと言われていますそれからビデオ会議あの今あの 写真に載ってたようなビデオ会議というものが実際に行われるコンピューターを介して行われるあとリアルタイムにドキュメントを共同編集するというようなところもデモしてみせたというようなあともちろん先ほどのマウスのほかに5本指キーボードなどがあったんですで、えっと、こういうものが紹介されましたので、えっと、非常にそのまあ,あのプレゼンテーションの仕方も未来的だったのでデモ 非常に有名ななデモとなりましたそのことはいろいろ興味がある方はエンゲルバートデモとか調べるとあのこの68年のデモというのは非常にあのインパクトがあったという話が読めると思います。であのこれに先立ってつまり論文に書かれていたということは、えっと、アルパの情報処理技術部にしたら「 えー、女性先のうちの目玉の一つに育ったということですね。でまさにこの、えっと、論文を書いた2人が二人というか当時のえテイラーが、えっと、こうしたあの成果の公開を積極的にさせていたわけです。ここここのことからもこれがあのえこういっったた成果を持った コンピューターの共同利用をつなげていくというネットワークが軍事利用の目的でなかったっていうことは村井先生のおっしゃってる通りだっていうことがあのえ伝わるかなとも思うんですがでこの時に示されたいろいろなハイパーテキストであったりあのコラボレーションっていうのはその後80年代の末に CSCW と呼ばれる、えっと、コンピューターサポーテッド・コーポラティブ・ワークっていうコンピューターサイエンスの領域で えっと、コンピューターによる共同作業の支援っていう領域が生まれるんですがその時に、えー、基礎文献集が年に出たんですねでこの中にえ実はそのパート1の分野を開いたビジョンと CSCW への最初のステップというあのパート1があるんですけどこのうちの2番目から5番目の文献があのこのエンゲルバートの実績になります。 つまり実際にこのシステムは、えー、CSCW と呼ばれる領域を開いたあの、まあ、画期的な研究成果でもあったということになります。だから、えー、今私たちが使っている、えー、テレワーク用のさまざまな技術ですね。例えば、えー、ホワイトボードで何かペタペタ貼っていてそれはその場で あのいる人たちでやってたからあのコンピューター上で再現しにくいけどどうしようっていう時にそういうツールがあオンラインでもできるんだっていうので見つけて使った人もいっぱいいると思うんですがそういったツールはこの CSCW の領域であの作られてきたものですね。ママインドマップを オンンラインで書くとかコンピューターを使ってみんなで書くとかいうことなどもあのこういった領域できますしこの、えー、テレコンファレンスですね遠隔会議なども,ももちろんこの領域であの洗練されてきたものになります。で実際じゃあ、えっと、そのようになったわけ今コロナで私たち自身体験したわけですけれども、えっと、この時68年の段階にもう一度戻って。 えっと、これが持っている意味というのをちょっとともうう度考えてみたいと思うんですね、えっと、この論文を発表した、えー、テイラーさんは、えっと、その時そのこ,のこういった共同利用のシステムをネットワークしていくコンピューターネットワークを想定していてでネットワークができれば今ここで行っている会議の端末を遠隔に持っていくことももちろんできるということを言っていたんですね。 で実際それがリモート会議のシステムにつながっていったわけですけれどでもこの部屋の中での会議自体があの実は、えー、モデルの交換とか、えー、素早い、えー、資料の提示とかをできるということまたハイパーテキスト実際あのこの論文の中ではハイパーテキストのことはあまり触れられていませんけれどもあ,のある文字から必要な資料がリンクで出てくるというようなことが あのまあ示されてこのシステムではあの作られていってあの先ほど68年の12月にあった大きなデモではそれがあのみんなの前であの示されたことを紹介しましたけれどもそういったことがあの、えー、コミュニケーションの質を変えるわけなので、えー、同じ部屋の中にいてもあの コンピューターを使うことで対面のコミュニケーションの質は上がるはずなんだというのが68年に書かれていたことだったわけです。で、ここで私が今日この話をしたのは、私はあのこの技術史をやっていたので、ポストコロナの時代にあの結局オンラインでやったいろいろなその情報共有とか画面共有とかがあの会議にとってむしろ有益だったと。 あの今までの対面の会議より効率が良かったんじゃないかと例えば思う人たちも現れてえ対面の会議でも、えー、オンラインの遠隔会議にみんなつないで画面共有とか、えー、し始めるんじゃないかなってあのちょっと考えました例えば授業でもあのオンラインで、えー、フォーラムに書き込みをしてもらうっていうようなことがあったと思うんですけどそれを教室の中でも みみんなコンーータ持ってきてききねとあのフォーラムに書き込み何かあったらフォーラムに書き込みしてもらいますよっていうような、えー、そういったオンラインと、えー、対面のハイブリッドっていうのがあのこの後現れるんじゃないかなっていうふうに思ったわけなんですけどあのその時にあそういえば、えー、インターネットの源流ができる直前に書かれた論文でそのようなことを言っていたなっていうのを思い出したんですね。であ果たして えー、このような、えー、オンライン対面オンラインっていうこの間ので言えば、えー、リモートと動機、えー、とあリ,モート、えー、リモートローカルと同期非同期っていう4証言ができるっていうことを言いましたけど、えー、要するに、えー、ローカル同期でありながらリモートのツールを活用するっていうハイブリッドのあり方っていうのが、えー、68年の時にすでに これが未来の姿になるかもしれないんだっていうふうに紹介されていたっていうことをあのの意味これからポストコロナで私たちがそれを本当に選んでいくんだろうかっていうことをあの皆さんにあの皆さんと一緒に考えてみたいと思いましたそれではえっとこれで今日私の方から出す材料は終わりなので、えー、質問コメントを入れていただく時間にしたいと思いますで今回もあの、えっと えっと、えー、チャット欄に YouTube のチャット欄に書き込みできる書き込みがあの構わないよできるよっていう方はそちらでもいいですしえっとグーグルフォームに入れてくださる方はえっとこちらから、えー、お願いいたしますえっと今あのえー、っとスマホで 別デバイスでこの間あの、えー、書き込んでるっていう方も多かったようなのであの QR コードを作って載せましたけれどもあの今リンクも、えー、とチャットの方からあの送りましたのでそちらのリンクをたどっていただいても大丈夫です。 いいですかもうじゃあ URL 落として大丈夫かないいですかね。うん、はいじゃあ、えー、と今スライドの方は私のスライドの方はこれで落として皆さんからの,あの質問が来てるかどうかを見ますのでちょっとスライドを落とさせていただきますね。あそっかこうやって一部に出しとくことできるといえばできるね <laughs> えと。先ほどのインターネット。 まだこちらには入っていないみたいですね。これで出しとこあ、そうそう。えっと今のえっとツイッターじゃなかったえっとユーチューブの方に入ってきているえっとことですね。 そうそうえっと今そうなんですえっと今までえっとリモートが、えー、普及しない理由っていうのでこの場のあえっと楽しみそうですね実際に移動するということの良さっていうものが、えー、あるからですよねそれはもちろんそうですねであの だから、えっと、その先週紹介した「イートピア」では、えっと、場の力っていうものがむしろその4つの選択肢が増えるとわざわざその場所に行くっていうことにはコストがかかるっていう意識ができた場合にそれでも行きたい場所っていうのにやっぱり人は行くんだろうというだからそのリモートで仕事をし始めた時に魅力のある都市に人が住みリモートワーカーが住むようになるっていうような。 あのことも考えられてその場合にその人たちの生活を支えるエッセンシャルワーカーの人たちがその周りにリング上に住むというような事態であの都市問題が起こる場合もあるだろうっていうようなことなども論じていたわけですけどあの、えっと、リモートワークが可能な職種で可能な環境が整った人たちが住む場所っていうのもまた、えっと、この場の力っていうのかなあのが関係するっていう。 えことも、あの指摘されてたんですよね。だからリモートっていうのが進まなかったっていうのは、そういうことですね。あの、えっと、そういう場の力っていうのが強かったし、えっと、そこに行く楽しみ。っていうのが、まっさっていたからなんですけど。できなくなった時に、えっと、無理やりみんなが体験して。見たらいい面も出てきたかもしれない。で、それが、えっと、今日話した方に、あの、つながるんですけど。そこで見つかったものって。 実はその非常にあの古くから半世紀も前からあの指摘されていたことで、まあ、再発見することになって、えっと、さらにリモートのリモート進まなかったリモートをみんなが無理やり体験してあのそこからあの新しい選択肢の可能性について考えた時にさらに、えっと、取り入れる部分っていうのが出てくると実は、うん あの、<laughs> 今回の論文のような指摘の中に。えー、つながっていくのかなーっていう、そういうことですね。そうですね。はい。なんか面白いコメントが。えー 立ち止まって考え、こちるあれ、これリフレッシュしないといけない。リフレッシュすれば出てくるんですね。ちょっとじゃあ大きくしてみましょうか。これを百五十ぐらいがさっきよかったかなと思います。これをちょっと待ってください。折り返しました。えっとまず最初ですね、あのオンラインのえっと講義や会議というのをされました。私はあの メディア研究者というよりは技術士研究者なんですけれどあのメディアをの技術がどう育ってきたかっていうのを研究しているということなんですが、はいあのまあ、そういった技術士の研究者として感じたことっていうのは、まああのえっと、私割とその、えっと、大学のオンライン授業の、えっと、方法をあの、えっと、サポートするっていうのかなあの、えっと、サポートするできない方に えっと、どうやればできるかをあの伝えたりとかいうこともやったのですけれども、あのー、今までそのコンピューターを使ってこなかった先生もとても多い私自身はあ,のあんまりストレスなくできたんですけれど、あのー、こ私の今所属している部局ですと、あのー、そもそもパワーポイントを授業に使ってないっていう先生も非常に多かったんですね。でそういった中で あのオンラインに無理やり移行しなければならないっていった場合にあのどういうやり方が一番いいのかなと考えたら、えっと、むしろあのリアルタイム中継音声だけでも中継するっていうのが一番自然に今までのやり方をそのままできるんじゃないかというふうに思って多少ハードルが高いかもしれないけどそっちをあの進めた方がむしろ楽なんじゃないかなと思ってやってみた結果あの意外にうまくいって たと,ところもあります。ただあの来年度もし教室解雇ができならしたいという先生が多分ほとんどだと思うので、<laughs> あのオンラインの良さとかを活かすとかいうのは、えー、考えたくないっていうあの、えー、人も多いかもしれません。私自身はあのセ、えー、ミの後にスラックっていうツールを使ってえっと みんなとりあえずあの意見を書いてみようっていうような時間を作ったりとかすると今まで順々に回っていると数名しか発言できなかったのがあのあみんなちゃんといろんなことを考えてるんだなっていうのがこう可視化できたりしてあの私は良かったなと思っているのでそれこそ今後も続けていきたいなと思ったりしているあの感じです。えっと サイバーセキュリティのの概念はいつ頃あ,るのあのバラバラに答えてしまっても大丈夫かな。えっとじゃこの、えっと、サイバーセキュリティの概念はいつ頃からあるのですかっていうのに関しては、えっと、この今ネットワークがあの出来上がった時っていうのは最初4つの,あの、えっとえー、情報処理技術部から支援を受けてる、まあ、あのコンピューターサイエンスでもトップクラスの研究 施設ばっかりだったわけですね。で、しかも4つだけなので、顔が見えてるわけですね。どこの研究所の誰々さんが入ってきたとかで要するにもう匿名性がなかったんですね。その時代はえっとセキュリティっていうのはみんな。 ハハッッカカーー今の言葉で言うハッカーでうすよねあのみんなすごいあのコンピューターサイエンスの達人ばっかりがあの入っているから誰でもやろうと思えばできるけどみんなが抑えられるって言ったら変ですけどお互いにハッカーなので簡単に手出しはしないですよね人の,あのコンピューターに。というわけで初期はないんですよほとんど。それがあのワーームとかあの、えー、とフレ,フレーミングって言ってて言 議論で喧嘩になっちゃったりとかいうのが起こるのはこのあ、えっとこのネットワークがだんだんに普及して裾野が広くなってきてからなんですね。特にユーズネットっていうあのえネットワークができてからそのさまざまなあの今の,あの、えー、っとワームとかあの、えー、ウイルスとかあのそういった実験的にちょっとやってみたような人が出たりとか。 えー、してそこからいろいろなあの問題倫理的な問題技術的なセキュリティの問題などもあの要するに社会になっていくというかなあの規模が増えてきてから起こってきたと言われています。そうですねあとは はい、そうですねこのあの皆さんが書いていらっしゃることで、えっと、私が答えを持っているというよりはあのこういうことをみんなで考えなきゃいけないっていうのなんじゃないかなと他のあの質問に関しては、えっという気がします今こちらに入っているものはちょっとリフレッシュするともうちょっとあるかな、はい、あえっとちょっとあの えー、バラバラに反応して申し訳ないんですけど、えっと、非常勤大学講師の非常勤の大学講師の方のツイートで今年講義の動画を用意したら来年からあなたはもういらないよって言われるのが怖いので時事ネタ多く入れるようにしたっていう話ですね。あのねこれに関ししててて私は実は実もううちょっっとあの、えー、違う考ええ方を持っていましてあの例えば、えー、っと何か標準的な あの動画が出されてそれを使うっていうのもありなんじゃないかと思ってるぐらいなんですでそうするとじゃああの大学の先生が減らされちゃうんじゃないかと思う人もあると思うんですけど逆だと思っていて反転学習って言ってあの先にそのえっと説明今までこう時間をかけて対面で 時間かかっちゃいますよね対面で話しているとでそれがあのコンパクトにまとめられた教材で中身の説明がありましたとそ,それを聞いてまずは理解してでも疑問が出てくるそれだけじゃわかんないとか例えばそれじゃ出てきたからえっと問題をじゃ解いてみなさいとしたら解けないとかなるわけですねそうするとそれを教えてもらうために先生が必要なんですよねそうそれは個別にやっぱりあの先生が教えなきゃいけないことなのでむしろ効率は上がるし習う方としても要するに あの教室であの話を聞くより動画でコンパクトにまとめられる方が理解はあの早く進められるんでだけど、えっと、教室で教えなきゃいけないそ個別に突っかかった場所何で理解できないのかとかいったことをディスカッションしたりとかする必要はむしろ出てくるのであの実はいらなくならなななくと思うんですねその辺を上手に要するに動画を一回作っちゃったらあなたはいらないって言われるんじゃなくて。 動画であの何て言うかコンテンツにし作るんだったらコンパクトに作ってそれをあの、えー、見てこさせて、えー、質問とか応用的な問題を解くとかそういうのに時間を使うといらなくなることは多分ないと思うんです。でそれで言うとと小学校とか あの小中高の先生が自分自前で教材を作るので必死になっているっていうお話をあのニュースなどで見てそれはかわいそうすぎると思いましたむしろ標準的なあの、えー、っと教科書特にあの小中高の場合あの教え方が指導要領であの決まっているわけですからそれに合わせた教材を使って理解を進めるための授業をあの先生が生身で行う。 それでいろんなあの個別に出てくるあのあの学生徒たちの,あの疑問に答えるっていうような形であの授業教室それこそあのリ、えー、ローカル動機で集まることの意義を最大限にする <laughs> というあの考え方で進めた方がいいんじゃないかなと思ってます。 あえっとそうですねあのがえー、こちらはどうなんでしょううんそうですねあの反転学習って今のえっとえー、っとチャットの方にも入ってきてるんですけど今話した話であのえっとそうですあの、えー、動画を前もって見て それ,のそれについてまた応用的なことを教えるっていうようなやり方を「反転学習」っていうあの、えー、いう,うに言って、えー、今まで教室で教えていたことをまずとりあえず動画で見てあ,のある程度理解してきてもらってそこを補こ足したり、えー、問題を実際に解いてみたりあとは質問に答えたりとかいう形で教室で深めるっていうようなやり方も可能だっていうことですね。 それから確かに学生間のコミュニケーションっていうのはあの見ていても思うところがあって、えっと、1回生のためにあの先週の紹介をするっていう行事をあの人数を少なくしてあの4回に分けてやるっていうのを実際あの今年度はやったんですけれどもその時来た1年生同士が なんとかさん背高いんやとか言って要するにオンラインでやってるとお互いのサイズがわからないんで背が高いとか言ってびっくりして初めて会って喜んでる様子などを見てああやっぱり対面っていいなと思いました。なので学生にとっては特にお互いが分かっている上階生と全く知らないでオンラインでいきなり始まった あの新入生では本当に全然違ったと思いますので、あのそれはあの今までもそれこそ C S D C W の研究などであの知らない人がオンラインであのいきなり会議をするっていうのは実は非常にハードルが高いっていう研究などもあったので、あのまさにそれがあの、えっと、目の前で起こったなという感じはしてます。なので、えー、大学の場っていうのもどういう形であの。 教室に今までみたいにたくさん人が入れないとしたらどういう形で大学の場っていうのをもう一度再構築していくのかなっていうのもみんなで考えなきゃいけないことかなと思います。はいなのであのであ えっと、技術が進むと悪い面もあってあのみんなそれに対するあのこういうことが起こったらどうするんだろうっていうようなことは、えっと、悪い方のシナリオっていうのももちろん考えていかなきゃいけないと思いますけどあのこういうふうに工夫すればよく使えるねっていうような話もこういうなんていうのかなオンゴーイングでこう事態が進んでしまう,もう嫌悪なしにオンラインで授業しろとか言われて。 わけですしその時にあのいろいろ考えてる時間が与えられないっていうようなあのそういう状況だったと思うのであのそういった時はあの火事場のオプティミスティックを発,発揮してよしこうやればなんとかなるんじゃないかみたいな感じであのより今の時点で最大限できることっていうのをまあやらざるをえないしあのそういう時にはそういうふうにあの えー、いい方向にちょっと考えてみるっていうあの力も発揮しないといけないのかなとも思います。あとはああのリモートワークをするようになって通勤時間の重要性を再認識したという方ありますね。あの こういうこともあのあると思います場。場を移動すること。これもあの場の力の一種と言えるかなとも思うんですけど、あるところの持っている特殊な場の吸引力っていう意味じゃなくて移動するっていう。あのことで場を変えるっていうのかな。そういうことの重要性っていうことかなと思いますね。あの確かにあるだろうと思います。あの関係ないんですけど、これに似たようなことはよいろんなあの。 仕事をしている人がユニフォームを変えるのですごく気分が変わるって言ってましたけどああいうのもそうなのかななんかこう自分のモードを切り替えるために移動するとか服装を変えるとかなんかそういうけじめっていうのかななんだろうあの必要なあのことだったんだなっていうのが分かりますね確かにはい。はい えっとでは、12時になりましたので、えっと、今日の講義はこれで終わらせていただきます。短い時間でしたけれども、ありがとうございました。